皆さんこんにちは。今回も看護師の日常の中で大変役に立つハウツー動画をお送りしたいと思います。この動画を参考にすれば日々の鬱憤も解消すること間違いなしです。念のためお伝えしておきますが、今回もおふざけは限りなくゼロです。それではご覧ください。すみません、今ちょっと報告いいですか。サンゴの田中さんなんですけど、先ほどおトイレに行った時にちょっとお辻の方からちょっと、はい、そんなに早口で喋られたら分かんないから、すみません、落ち着いて動くしてる。サンゴの田中さんなんですけど、おトイレに行った時にちょっと、はい、まだか、もう早いからさ、聞き取れないって、はい、報告の際は緊張して早口になってしまいがちですが、それではかえって情報伝達にミスが生じてしまいます。報告よろしいでしょうか。あ、いいよ。ありがとうございます。先ほど3号の田中さんお手洗いにお連れしたんですが、うん、その際血便のようなものが見られました。焦ることはありません。ゆっくりと、そしてはっきりと報告しましょう。腹痛の症状も特に見られていませんでした。僕行きますね。これではいけませんね。一見親切なこの行動はおつぼね看護師を甘えさせるだけの結果となり、おつぼね化が進行してしまいます。おつぼねは褒めて伸びるタイプです。こちらをご覧ください。おっと、これは大つぼさんの患者さんのコールだぞ。これはどうなるどうなる。おつぼさん、まさか立ち上がってくれるんじゃないか。立ち上がった。素晴らしい、最高ですよ、おつぼさん。この勢いのままコール、まさか取ってくれちゃうんじゃないでしょうか。行っちゃおうかな。これは期待が持てる。さすがおつぼさん、気が利く。そうかな。いや、これおつぼさんにしか取れないコールですよ。やっぱり、なんかそんな感じしてきたね。そうですよ、間違いないですよ。これおつぼさんのためのコールですよ。周囲を巻き込み、とにかく場を盛り上げていきましょう。あ、新庄君、ちょっといい？あ、はい。明日休みの予定だったと思うんですけど、はい、そうです。はい。ちょっとごめんなさい、日勤でもいいかしら？日勤ですか？うん。ああ、わかりました。ありがとう、助かるわ。はい、ありがとうございます。はい。これではいけませんね。心よく引き受けるのは素晴らしいことですが、毎回このような対応をしてしまうと都合のいいスタッフだと思われてしまう危険性があります。おいでくん、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。今ちょっといいかな。はい。明日なんですけど、はい、勤務変更をお願いしたくて。ごめんなさい、ちょっと聞こえなかったですね。明日勤務変更をお願いしたいんですけど。禁止卵ですか？禁止卵じゃなくて、はい、勤務変更。あ、ごめんなさい、なんかちょっとそこだけ聞こえなかった。明日ね、休みだと思うんですけどね、はいはいはい、ちょっと日勤をやってもらいたいなと思ってまして。人参ですか？あ、人参じゃなくて日勤。日勤ですよ、日勤。日中のお仕事。なんかそこだけ聞こえないんですよ。おかしいな。ちょっとなんか多分周波数が合わないのかな。ちょっとごめんなさい、わかんないですけど。わかりました、もういいです、うん。このように相手を不快にしないような対応で断ることも時には重要です。よし、じゃあ終わった。じゃあちょっと休憩いただきます。もう戻んなきゃ。
焦る気持ちもわかりますが、早食いは不健康のもと。休憩はとても重要です。そろそろ休憩か。しかしすぐ戻らないといけないが、ま、慌てず行きますか。休憩はこうでないと。どんなに忙しくても落ち着いてゆっくり休憩を取り、午後も集中して業務に取り組みましょう。痛たたたたた。どうした？いや、なんかここに痛くてさ。それ膀胱炎じゃないの？そうかも。今日一日何も飲んでないや。確かに忙しくて飲む暇なかったもんね。気をつけろよ。これではいけませんね。仕事が忙しくて体調を崩してしまうのでは本末転倒です。よいしょ。おはようございます。おはよう。何それ？あ、今日飲む分の水。今日の水。水分摂取は非常に重要です。少なくともワンガロンは飲むことを心がけましょう。山本先生、今いいですか？はい。あの、田中さんのお薬なんですけど、はい、ちょっと今日の夕からの処方がなんか。分かった分かった。もう何回も言わなくても分かる。すいません。あの、ただもうちょっと時間がないので、できるだけ早く。いいよ、分かったから。何回も言わなくていいから。すいません。ていうかさ、もう看護師さんってさ、何でもかんでも言うの遅すぎるから。すみません。今日の処方、はい、今日に言われたってさ、そんなすぐ出せないから。すいません。薬に限らずさ、もう全部報告だって遅いしさ。はい。なんなの本当に。すいません、気をつけます。それで慌てて行ってきたって、はい、俺もこっちも無理だから。はい、すいません、気をつけます。はい、お願いします。医師からの理不尽な暴言は落ち込んでしまいますよね。でもいつまでも負けているわけにはいきません。先生すいません、はい、あの処方の件なんですけど、田中さんの処方なんですけど。もう分かった分かった、それさっきも聞いたから。もう何回も言わなくても分かるから、ちょっと待ってて。その態度何なんですかね。じゃあ先生にちょっとお聞きしたいんですけど、この処方依頼っていつから出てるか知ってます？そんなんいいからさ、今出すって言ってんじゃん。じゃあちょっと質問変えますね。じゃあその処方依頼がいつ出たか知ってますか？はいか家で答えてください。はい。知ってたんですね。知ってたってことは、じゃあつまりこの処方依頼が3日前に出たってことも知ってたってことですよね。じゃあ3日前に処方依頼が出たってことは、先生たちの方で処方しなきゃいけない責任っていうのが生まれたはずなんですよね。でその責任を果たしてない状態で今こうやって看護師に文句を言ってるっていうこの状況に対して、なんかこう思うところってありますか？このように理論立てて反論することも、対等なチーム医療を進めていく上では重要なことです。よし、じゃあ今日の振り返りしようか。はい。今日はどうだった？はい、今日は新しい処置に入れたので、うん、ちょっとそのあたりの一応やり方が分かったので、うんうん、今日は良かったかなと思います、うんうん、そうだね。まあ処置はできたけど、まずその前にほうれん草が全くできてないよね。まあ処置も大事だけど、その前にね、基本的なところをしっかりやっていこうか。はい。処置に関しても全然物品用意できてなかったし、前もっと勉強してきてって言ったけど、全くできてる感じなかったから、しっかり振り返って復習して、次からは、ね、できるようにしてね。すいません。このように指導の場面ではついつい荒探しのようになってしまいがちですが、これでは新人さんはどんどん萎縮してしまいます。よし、じゃあ今日の振り返りしようか。はい。今日どうだった？はい、今日は新しい処置に入れたので、やり方が分かったので良かったかなと思って。新しい処置に入れた。はい。素晴らしいね。ありがとうございます。いいよいいよ、順調だよ。はい。ただちょっとほうれん草の部分で不十分だったところがあるので、そこはちょっと改善していきたいなと思います。そっかそっか。でも改善する。はい。いいよ、前向きだよ。新人さんの自己肯定感を高めるためにも、できたところはしっかりと褒めてあげることが大切です。素
天才じゃん、対決するだあー、マッチしだね、もう言うことないよ。実はもう一つあって、先生に初めて報告ができました。いかがでしたか？この動画を参考に、また今後の看護業務に生かしていってください。では、より良い看護師ライフをお送りください。